与党は街頭演説などで結束をアピールしていますが自民党内には選挙区調整をめぐって不協和音も響いています日本を守り抜くことができるのかそして日本の未来を切り開いていくことができるのはどの政党かそれは私たち自民党公明党連立政権でありますもう野党のことをとやかくは申しません第一党が 消滅してしまったそしてこれからどうなるのかその挑戦はしっかり受けてまいりたいと思います与党では菅官房長官が公明党幹部の応援に入るなど結束をアピールし足場を固めていますしかし自民党内では2回幹事長が山梨2区で岸田派の支部長を公認せず自らの派閥の前議員を入党させ 無所属での出馬を認めました。その上で、当選した方を追加公認するという決定に反発の声が上がっています。全く理解ができません。反対です。えー、それは幹事長に直接伝えました。